突然ですが皆さん、日々過ごす中で生きづらいと感じたことはありますか？私たちが今生きているこの世界はどのような世界でしょうか？少し調べたり周りを見てみると、今の社会ではそれぞれがそれぞれの生きづらさを抱えて生きているのではないでしょうか？この命プロジェクトのテーマになっている発達障害を持つ人々の生きづらさとはどのようなものなのか、このプロジェクトに応募するにあたって、我々の課題、現状の課題は何だろう、そして5年後、10年後、どのような世界にしていきたいかなどについて話し合いました。我々が最終的に目指すのは、差別のない、発達障害もそれ以外も関係のない社会。そして今年の命プロジェクトのテーマは、発達障害と共に歩む個性を生かし合う社会を作るです。その社会を実現するために、今学生の私たちに何ができるのか考えを重ねる中で、自分のある経験を思い出しました。私は生後半年から保育園で6年間、12名の友達と家族のように過ごしました。その中に1名、重度の発達障害を抱える友達がいました。みんな初めは自然にその子の特性を含め全てを受け入れていましたが、成長するにつれ、その子が他の子とちょっと違うことに気づき出しました。そして幾度かのトラブルを重ねていくうちに、距離を置いてしまったまま卒園してしまい、10年経った今でも後悔しています。当時その子のお母様は積極的に困りごとの説明を保護者会やメーリングリストを通して行っていたそうです。でも一日のほとんどを共に過ごす私たちには、トラブルがあった時でさえ誰からも説明はなく、何かスッキリしなかったことを覚えています。当時その子の個性を知り、正しく理解できていたら、その子が孤立することはなかったかもしれません。自身の経験から幼児期の発達障害についての理解に焦点を定め、ヒアリングを始めました。まず発達障害児保護者の会の方には、発達障害について理解があり正しい配慮をしてくださる学校の先生は少ないということを伺いました。そして児童精神科の早川先生には、多様性としていろいろな子どもがいることを幼い頃に話しておくと、大きくなっても個性の在り方について受け入れやすくなるということを、また発達障害支援室トスカ様には、我が子の個性を第三者や言葉で伝えるのが苦手な親御さんがいらっしゃるということを教えていただきました。これらを踏まえて私たちは、当事者の保護者が我が子の同年代の友達に特性を正しく伝えられなくて困っているということを課題に掲げました。それではこの課題に対して、私たちがこの4ヶ月をかけて深く考えてきた解決策についてご説明いたします。私たちが考えた解決策は、困りごとに応じてカスタマイズできる絵本アプリ About Me です。これまで絵本作家の方が作った発達障害についての絵本はありました。しかし About Me は、保護者の方が我が子一人の特性に合わせた自己紹介絵本を作成し、それを周りの子どもたちに直接見てもらえるアプリとなっています。では実際にどのようなものか見てみましょう。絵本を作るにあたり、多彩なイラストスタンプを用意しています。スタンプを組み合わせることで、誰でも簡単に絵本を作ることができます。また想定する状況のスタンプがない場合には、自分で絵を描かずとも AI によりスタンプの自動生成を可能にします。これらの機能により、同じ特性名でもそれぞれの特徴を表現することができ、より具体的に周囲の方に理解していただける絵本を作成できます。さらに録音機能、読み上げ機能によって絵本の読み聞かせができ、字の読めない子どもでも理解できるようになっています。次に具体的に作成された絵本を見てみましょう。ヒアリングで実際に得た困りごとを絵本にしてみました。ぜひ動画を止めてしっかり見てみてください。使用が想定されるシーンとしては、例えば入学時など環境が変化したときに周囲の方に理解していただくとき、また友達と何らかのトラブルがあって接し方の理解をしていただくとき、さらに発達障害という診断を受けた子どもを持つ保護者の方が現実に向き合い我が子を理解していく過程、そして学校などで一つの絵本作品として子どもたちが手に取るとき、豊富なスタンプ、音声の入力により、当事者の保護者が我が子の同年代の友達に特性を正しく伝えられなくて困っているという私たちが設定した課題の解決へつながります。ここでこのアプリのさらなる機能についてご説明いたします。
した状態で、さまざまな特性の子どもたちの絵本を公開することを考えています。周囲のお子さんにとどまらず、一般の方々にも読んでいただくことができます。さて、ここまで見てくださった中で、これ、一から作らなきゃいけないの？忙しくてそんなのできない。発達障害について自分の知識に自信がない。と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご安心ください。実は、このみんなの本棚、テンプレートをダウンロードする機能があるんです。すでに完成している絵本を編集し、自分が作りたい絵本を誰でも簡単に作ることができます。また、みんなの本棚ではコメントを自由にできるようにし、当事者の保護者間でコミュニケーションが取れるようになっています。そして、作った絵本は様々な媒体での配布が可能です。リンクや QR コードを発行することができ、デジタル媒体で手軽に絵本の共有が可能です。また、紙に印刷することもできるので、冊子として手渡しも可能です。これらの機能により、社会全体で理解者をより増やすことができると確信しております。ここまで私たちの課題解決案、About Me について説明してきましたが、ここでこのアプリに対して得た確かなニーズについてご説明いたします。これは当事者保護者の方にとったアンケートの結果です。156名のうち 88.5% の方にこのアプリを使ってみたいというご回答をいただきました。また、LD に対してのアプリはあるが、この案のようにそれぞれの特性に合わせてカスタマイズできるようなアプリがあればと思っていた。というようなこのアプリの実装を心待ちにしてくださっている声を多数いただきました。アプリ開発に携わる企業様にヒアリングを行い、これらの機能は全て実現できるという確証を得ました。先ほどご紹介した動画と、いのち公式 Twitter で公開中の動画は、我々の作成したプロトタイプです。今後は皆さんのご意見をいただいて、プロトタイプをブラッシュアップ、そしてアプリの使用感をより良いものにするためのユーザー実験も行いたいと考えています。そして、技術力を持つ方々の協力を得て、アプリを実現します。最後に、体を動かすのが好きな子、騒がしい環境が苦手な子、人には生まれ持った個性があります。幼児期から互いの個性を認め合う環境を整えることで、みんな自然体で生きることができる社会の実現を目指して、綺麗な心に小さな種をまきたいというのが私たちの思いです。10年後、20年後の未来に向けて、一人一人の個性を認め合い、生かし合える、そんな世界を共に作りませんか？以上です。ご清聴ありがとうございました。